とんでもない奴がやってきた。マッド・ハーディ弟ジェフ・ハーディとの兄弟タッグハーディボーイズで全米を大熱狂させた。そして現在 TNA で活躍するマットが日本に上陸。その対戦相手に選ばれたのはタジリ、真田誠也。 WWE にその名を轟かせ世界で成功を収めた男。ジェフが花でプロレスをする選手だとしたら、マットは本当の技巧で技術でプロレスをするような選手ですね。実はめちゃくちゃうまいのはマットなんですよ、ハーディボーイズでも、ええ、でも何回やったか分かんないですね、マットとは。マットってのはね、タランチュラがかからないんですよ。 TNA に参戦し、今最も世界で活躍する日本人レスラー。田尻さん以降、日本人で海外で、要はメジャーリーガーとかですね、活躍した人いないんですよ。でここで俺田尻さんに勝たないと意味ないので、世代構想なのか世代交代なのか、そこの勝負も俺の中でありますね。全米で最も過酷で最も華のあるスリーウェイマッチで激突。ブルース 30th anniversary. Matt Hardy steps in the ring with Tajiri and Sanada. And somebody is getting a double dose of Mattitude, because they will learn when it's all said and done that Matt Hardy is the man who will not die and who is stronger than death. Tajiri, Sanada, you're stepping into the ring with the one night. さあ世界を体感しろ。WRESTLE-1 VS Desperado VS TNA 真田誠也 VS タジリ VS マット・ハーディ。両国国技館、真田、田尻、ハーディ、この3人のスリーベイマッチ、いよいよ今日実現する運びとなりました。レッスル1、武藤敬司デビュー30周年記念大会、このホールドアウトの中で真田は一体何を見せることができるんでありましょうか。リーウェイという、もしかすると試合をさせてもらえないという立ち回りになってしまうかもしれません。昨日の会見、タジリからマット・ハーディから、お前は顔じゃない、出直してこい、辞退してくれないかな、そんなことまで言われてしまいました。しかしこの男、日本のマット、いやいや現在はアメリカでも活躍し、TNA エキスディビジョン王者でも君臨しました。日本人初の快挙を成し遂げました。真田がいるんだというところをしっかりと見せつけてくれ、真田誠也。血の匂い、そしてグリーンミスト、レッドミスト、匂いと、そして汚いものがこの男には似合います。曲がり物と書いてくせ者、いつも何を考えているか全くわからない、ストーカーのような雰囲気を示し、何やら狙いを定めた者は絶対に手に入れないと泣きじゃくってしまう子供のような雰囲気もあり、毒蜘蛛が今リングに降り立ちました。ジャパニーズバズソー田尻であります。さあ、世界を知っている男が早くもハイテンションで入ってきた。マット・ハーディが、
初めてレッスルワンのマット初参戦であります。スリーウェイマッチで何をどう計算しているのかこのマット・ハーディ。 WWE タッグ、 ECW、 WWE ハードコア、 WWE クルーザー、さまざまなタイトルを手中に収めているハーディーボーイズのマットだ。現在は TNA、 なんとキャリア21年の強者。いやー、世界が我々の目の前に立ちはだかります。60分一本勝負で行われますスリーウェイマッチ。真田誠也、青春万華鏡の輝き、真田誠也がコールを受けます。おいしいものしかいりません、ジャパニーズバウソー田尻であります。世界レベルというものを見せつけてやるレスラー初参戦マット・ハーディ。田尻はデスペラードの一員として今回のこのスリーウェイ、真田に負けるわけにはいきません。もちろんマット・ハーディにも負けるわけにはいきません。さまざまなものを背負っています。ここでゴングが打ち鳴らされました。スリーウェイであります。このスリーウェイマッチ、他の2人を倒さなければいけないというルールではありません。誰か1人が勝てばその1人が優勝者ということになります。誰かと誰かが組んでも構いません。しかし最終的にはどっちが勝つかというところに終始されます。これシェイクハンド、新井さん、はい、何かが始まってしまいましたよ。これそうですね、まずは2対1の状況からスタートしましたね、まあ、これはね、戦前から言ってたように、はい、真田選手に対しては田尻選手もマット選手の方もグリーンボーイ扱いですよね。グリーンボーイ扱い、まあ顔じゃないというふうに言われました、はい、まあ、ですけれども、真田選手の方はこの田尻、マット・ハーディ、この2人の世界にしないことですよね。この田尻とマット・ハーディをあるいは蹴散らすことができれば、はい、またアメリカマット界においてもですね、はい、形でですね参戦することができるわけですからね。この試合結果っていうのはまた世界に流れますから、はい、さあ真田、田尻、マット・ハーディのスリーウェイ、小林さん、はい、マット・ハーディいかがでしょう。あ、じっくり見てみたいですね、まあ、初めて見るんで。どんなところを見てみたいですか。やっぱりこのタッグ戦線でね、かなりね、はい、有名なんですけども、そうですね、どういうレスリングをするのか、まあ、21年のキャリアですね、はいはい、今ですね、完璧にもう真田誠也は蚊帳の外です、はい、そうですね、そして2人でやろうということで改めてなんか心の中でゴンが鳴った感じですね、今ね、そうですね、2人でやってます、2人でやってます。さあどういったところで真田が出てくるのか、この辺りが大変楽しみなんですが、いや、もう2人で、おお、真田出てきた、真田出てくるとすぐにこういった形でツープラと、あ、足挟んで倒しておいてテイクダウン、後ろから回って、そしてタジとのツープラトンですね。わ、こういう形になりますか。うん、もう一回行くか。タジリも何を考えているか分かりませんが、このマット・ハーディも何を考えているか分かりません。あっと、これ誤差か。タジリが早くも裏切ったか。裏切りの天才であります。裏切りの天才、いや、タジリ選手らしさが出ましたね、いきなり。タジリはですね、船木を裏切って、そしてその船木がですね、まあ、結局ベルト戦線から落ちていったという実績もありますしね、はい、さあ今度はなんと真田とマット・ハーディが組んだ、はい、共闘しました。田尻を向こうに回す。田尻はこれたまりません。マット・ハーディにもやられてしまう。あ、握手、握手しますね。どんなところで、この2人は TNA では絡んだことないんですよね、まだね。絡んだことないっていう噂ですよね。マットの方はジェフ・ハーディとのハーディーズを復活させて、クローザーシリーズに出てましたので。返した。どうだ、3つ取れません。危ない危ない。これ初対決になりますね。一瞬にして味方が敵に変わってしまいます。オセロのように白から黒にくるっと変わります。さあ一層をつけておいてジャンプして、綺麗だ、青春万華鏡、綺麗だ、
まあ、このあたりはね、真田選手は X ディビジョンを、17回防衛したというその意地を見せてもらいたいですね。もうここで真田が輝けなければいつ輝くんだという状況にもなってます。おっとこれタジリのセイクハンド。これは心理戦ですよ。これは心理戦ですね。タジリとセイクハンドしながら、おっとタジリに土手っ腹に一発キック。やはりこういったインサイドワークもですね、そうですね、うまくならないと上にも上がってきませんよね。そうですね。真田選手はでも前回より自信をつけてる顔をしてますよね。どういったところに分かりますか、顔つきは。なんかの余裕ありますよね。はい、まあ、今ねアメリカではグレート真田やってますけども、日本でもね TNA のバウンドフォーグローリーでグレート真田になりましたが、やっぱりここしばらくはね真田聖也でできますからね。まあある意味その肩をつけに行く、真田か、今だと田尻が優勝者になりますね。そうですね、今両肩ついていたのは真田選手の方でしたね。別に入った形で2人をですね、生贄しなくてもいいんですよね。そうです、あの先に1人に勝てばいいんですよね、はい、1人に勝てばいい、はい、1人勝てば大丈夫です。3ウェイです、行われております。でもマット選手もね、タッグでずっとここしばらく3ウェイやってたんで、3ウェイの顔は全然鈍ってないですよ。担ぎ上げて、そして叩き込んでくる後頭部は2だ。さあ、真田返します。この 3人の中で3ウェイが一番やっぱり上手いって、やっぱりね、一番上手いというか、一番キャリアがあって天才的なのは田尻選手ですよね。田尻だと思うんですがね、しかしグレートムタとの一戦も経験し、そしてアメリカマットも経験しているこの、はい、ね、真田選手もですね、どうしてどうして、あの防衛戦の中では顔つきが違ってきましたよ、本当に。そうですね、防衛戦の中では3ウェイとか5ウェイとかありましたから、そういった意味ではやっぱり大事だと思うんですよね。いろいろキャリアを積んでますからね。あー、飛んだ、すごい、すごい、わー、あのジャンプ力、今すごい跳躍力でしたね。今完全にムササビ、いいですね、やっぱり自信つけてますね。つけてますね、はい、違います。いやー、なんか吹っ切れてますよね。吹っ切れてます。そして今日のこのタジリとマット・ハーリーという相手はいいのかもしれませんね。そうですね、とってもやりやすいかもしれない。お、相手をよく見ています、相手をよく見ている。あ、いいですね、レグのドロップキック、コメカメラウタンにヒット。本当に目つきが変わりましたもんね、ちょっと変わりましたね、はい、変わりました、変わりました、はい、これマット・ハーリーもうかうかしていられませんよ。さあ、真田誠也、これ田尻との戦いを申し込んでおりますが、あっとこれ、おー、ハンドスプリングが当たってしまった。田尻ここで、うわー、バスオキック、トラース、うわー、決めるか、ここでやばい、やっぱり田尻が出てくるのか。狙ってますよ、今ハンドスプリングがですね、あれも狙ってたんですね。狙ってましたね、マットハーディを狙っていた。さあ、これうまくカッティングします。しかしマットハーディが狙っている。おお、負けず劣らず、ツイストオブフェイト、ツイストオブフェイト、サイドエフェクトいっぱい持っています、マット・ハーディ。その中でも田尻がまたこれ息を吹き返してくる。完全にスリーウェイになりました。2対1という図式はなくなりました。田尻の裏切りによりまして、さあ、これまたハンドスプリング、そしてエルボー、ハンドスプリング、エルボーはきれいに決まっている。しかしこれスワンダイブ式、ドロップキック連発、この跳躍力、小橋さん、いいですね。いや、気持ちいいですね。いいですね。さあ、これアメリカでも受けますよね、これね。さあ、シュミットリードバックブリーカーから、いや、ここで決めるか、ムーンサルトか、得意のランディングバレープレス、きたきた、決まった、必殺技。しかしマット・ハーディが3ウェイですから、ここで勝者の甘い汁を吸わせることはできません。マット・ハーディ、自分が勝たなければ意味がない。この一戦のために TNA からやってまいりました。何を、おっと、セカンドロープ、トップロープから、なんだ、ムーンサルトか、なんだ、ここでムーンサルトいった。しかし若干自爆気味、どうだ、ここで真田が、これは真田選手への意識でしょうね。今頭がちょうど田尻選手の脇腹に入りましたね、はい、ああ、そっか、そういう感じですね。あ、なるほどね、頭が入りましたね、はい、しかし田尻の目の前で見ていただけに、どうしてもあのトップロックが気になったんですね、はい、ラリアット一発、そして田尻もラリアット、あ、どうしますか、これもう対角線上、ブルドッキングヘッドロックか、ブルドッキングヘッドロックに持つところ、なんとバズソーキックで一気に田尻が自分のものにするのか、やはり田尻か、おっ、うまく逃げる、そしてパンチ、バーッ、すごい音がしました。
さあ目まぐるしい展開です。攻防です。どこでどうなるんだ、どこで誰がスリーカウントを取るんだ、あるいはギブアップか。さあここで何が出ますか、うん、煽っておいてセカンドロープからギロチンだ。重いギロチンがタジリの首を襲った。とマット100キロ以上ありますからね、ありますよね。さあその中でのギロチン、課題の強力な技でありますけれども、しかし真田負けることができない、負けることができないというよりも勝ちを奪われてはいけないということです。スリーウェイです。さあマット・ハーディーから白星を奪えばこれはまた自信になる。しかしマット・ハーディーも金井の強者のスタミナ全開でやりましょう。さあ足を落としておいて、さあ狙うはブレンバスターか、うん、ここでくるくるっとリングに上がったタジリがブレンバスターをしているものをなんと投げつける。一石二鳥とは、漁夫取りとはこのことだ。タジリ頭良すぎる。しかしどっちを抑え込むんだ、やはりサラダか。二人抑え込みますよ。あっとタジリ考えてます。考えてますね、考えてますね。スリーウェイを知り尽くしている男、冷静沈着であります。肩をつけに行くか。しかしタジリがダメだ、タジリが狙っている、タジリが狙っている。うわしかしおっとこれ、わーっとグリーンミスト外した、グリーンミスト外してドッキリ外してジャパニーズレッグロークタッチホールド、決めた天才サラダ。やりました、サラダがタジリとそしてマット・ハーディとのスリーウェイを制しましたよ。日本の国旗日の丸をかざしてまいります。いやー小松さん、はい、これは自信つけますね。つけますね。やっぱうまかったですね今曽田君。あとリング上の戦い、そしてそれぞれのインサイドワーク、何を考えてるかってことが分かっていたんじゃないですか。そうですね、やっぱりキャリアを積みましたね、はい、いろんなキャリアを積みました。そしてこれマット・ハーディーと、あーガチで握手。マット・ハーディーと DNA のリングでも戦ったことはありません。まあ、この試合は DNA でいろいろ経験したことがあの生きましたね、はい、いや自信を持った顔つき、そしてこの2枚目がますます2枚目になってきている、何か五光が差しているようなカリスマ性も持ち合わせてきた、そんな雰囲気がありました。真田がスリーウェイを制しました。